明日の天気をお伝えします。明日も各地で急な雨が心配ですね。そうなんですよ。明日は東日本と東北がその中心となりそうです。でその理由なんですけれども、こちらをご覧ください。これ明日の12時の上空5500メートル付近の温度の予想となります。まあ、結構高いところなんですが、この辺りに出ているものがありますね。これがマイナス6度のラインとなります。これ沖合から西の方に向かって広がってくるものでして、上空強い寒気でして、それが東北東日本が、近くにあるという形で、より不安定度合いが、ね、大きいということになりそうなんです。はい、で雨雲の動きで見ていきますと、明日の朝の段階でもう東日本や東北地方雨雲が発生しているところがあります。で午前中から雷雲まで発達をしまして、局地的にはまた1時間に30ミリ以上の激しい雨となる恐れがあります。で日中は東北地方でも、これは山沿い平野部問わず雨雲が発達をする見込みでして、明日はとにかくこちらのエリア止んでる時間があったとしても雨具ご用意ください。西日本については山沿い主体で、平野部の一部でもにわか雨の可能性があるといったレベルです。でその雷雨のリスク見ていきますと、はい、日中帯そのやっぱり東日本と東北ですね、一気にこの赤紫のエリアが拡大をしまして、活発な雷雲に発達する恐れがあります。落雷や突風、道路の冠水、低地の浸水、そういったものに広く注意をしてください。はい、詳しい雨の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。